あれ、あそこにいるのは。夏目、何を注文したの？小籠包じゃ。え、小籠、何？小籠包。カズヤも知らぬのか？うん、アライアンスの食べ物。うん、シェフも首をかしげておった。セルダールにはないようじゃな。そうだね、聞いたことないや。で、ランティは作ってみるって？ランティ？あ、ごめん、ここのシェフの名前だよ。うん、簡単に説明をしてやったら、とりあえず作ってみると言うておった。他にすることもないからの。ここでこうして待っておる。僕も興味があるな。どんな料理だろう。お待たせいたしました、姫。うむ、大義。待ってました。って、なんでお前まで待ってるんだ。いや、なんとなく居合わせてさ。俺は姫のために作ったんだ、お前に食わせるためじゃない。大体なんでお前はいつもそうやって俺の至福の時間を邪魔するんだ。あ、ごめん。これシェフよ、何をしておる。早く出すのじゃ。はいはいはい、ただいま。こちらにございます。いかがでしょう。へえ、これが小籠包か。違う。え、まるで違うわ。これは小籠包ではない。ダメでございますか。うん、そもそも小籠包とはこのように皿に乗って出てきはせぬ、せいろという丸い筒のような入れ物の中で蒸されて出てくるのだ。はあ。それにもっと柔らかく厚い衣で覆われておる。このように具に張り付くような薄皮ではない。肉まんに近かったのか。申し訳ありません。まあまあ、話だけじゃなかなかうまく再現できないよ。そうじゃな。あまり贅沢は言うまい。では食してみよう。どうでしょうか。おいしいの？うまい。へえ。小籠包とは異なるが、これはこれでシューマイと思うて食べればよい。シューマイ？そういう料理もあるのじゃ。これはむしろそれに近い。シェフよ、なかなか良い腕をしておるな。はあ、ありがたき幸せ。僕も一口食べていい？こら、カズヤ、姫に向かって無礼な。構わぬ。ありがとう。中は基本的に肉団子なんだ。なるほどね。これなら生姜とかを刻んで入れても美味しいかも。生姜？なんじゃそれは。そういう食材があるんだ。少し辛いんだけど、もっとさっぱりすると思うよ。なるほど。お互いが知らぬ料理を合わせて新しいものが生まれる。なかなか面白いな。ねえ夏目、もう一個食べていい？構わぬ。みんなで食そうではないか。はあ、ごちそうさまでした。姫のために作ったってのに、居座った上半分以上食いやがって。ちきしょう。シェフよ、小籠包にはありつけなんだが、思いのほか美味であったぞ。ここの看板メニューにするがよい。はあ、身に余る光栄にございます。どうかまたお気軽に足をお運びくださいませ。うむ、その態度首相である。それじゃあ僕はこの辺で。なんじゃ、行ってしまうのか。うん、僕は館内の見回りが仕事だからね。そうか、仕事であれば仕方あるまい。カズヤ、またの。うん、また後でね、夏目。あ、いらっしゃいませ。ジャンクスへようこそ。あれ、どうかしたんですか。なんだか奥を気にしてるみたいですけど。すみません、すぐに戻りますので失礼いたします。あ、
奥に引っ込んじゃった。まあ他にお客さんもいないみたいだし別にいいのかな。なんか新商品でも入ってないかな。はデリシャスバー酢醤油味、これは初めて見るぞ。ということはあれ、桜伝武味の方は入ってないのかな。楽しみにしてたんだけど。店員さん、はいはい、何かご用でしょうか。あ、忙しいところすみません。デリシャスバーの新商品のことなんですけど。あの奥で何かあるんですか。あ、いえいえ、別に何でもありません。そうですか。それでデリシャスバーの桜伝武味って入ってないんですか。桜伝武味ですか。確か入荷はしているはずですが。あ、すみません、少々お待ちください。また行っちゃった。とりあえず入荷はしてるみたいだからここで待ってるべきかな。でも本当に奥で一体何をやってるんだ。よかった。よかったって奥に何があるんですか。あ、白波さん、お待たせしてしまい申し訳ありません。実は監視モニターが気になっていたんです。監視モニターって。はい、レクリエーションラウンジに設置させていただいているものです。あ、もしかしてまたアニスが来てるとか。そうなんです、アニスさんがいらしているときはなるべく監視するよう言われています。アニス、よくゲーム機とか壊しちゃうからな。こんな状況ですからミント様とも連絡はつかないんですけど。いつもすみません、本当に大変ですね。いえいえ、白波さんに謝っていただくようなことではありません。先ほどの警報もただ軽く機械を蹴っただけみたいですから。あ、またすみません、失礼します。大変そうだな。桜伝武味はまた今度にしよう。アニス、また借金増えるぞ。あれ、しつこいですに。ご主人様は取り込み中につき帰るですに。取り込み中ってテキーラは何をしてるの。に、どうしてテキーラ様だと分かったですに。私はご主人様としか言ってないですに。別に偶然そう思っただけだよ。本当ですかね。それよりテキーラは何をしてるのさ。今は話せないですに。速やかにお引き取りくださいませですに。ちょっとミモ、何してんの。早く戻ってきて手伝いなさいよ。ああ、もう困ったですに。私がいないと勉強が進まないですに。勉強、テキーラ勉強してるの。しまったですに。ミモ、何余計なこと言ってんのよ。前に僕が勧めた苦手分野の克服、ちゃんと頑張ってくれてたんだね。やれやれ。みともないところを見られちゃったわ。そんなことないよ、僕で何かできることがあったら手伝うけど。そう来ると思ったわ、だから言いたくなかったのに。でも僕たち恋人じゃない、困った時は力になりたいんだ。そういう熱いのちょっと苦手なのよね。ま、気持ちだけありがたく受け取っておくわ。じゃあね。あ、ちょっと待って。
何？その、まずい。勢いで止めたけど、後が続かないぞ。そうだ、カルーアはテキーラのしてることを知ってるのかな？いいえ、あの子は知らないわ。それって、一人で頑張らなくちゃいけないことなのかな？例えば、僕が何か手伝ったりしたらいけないこと？それはわからない。でも今は一人でやってみたいの。テキーラ、心配してくれてありがとね。わかった、今は焦らず見守ってるよ、テキーラ。そして彼は好きこそものの上手なれとは言うけど、こんなちんぷんかんぷんな数式が好きなんて。それだけであの子大した才能だわ。ねえミモ、こうやって勉強してれば使い魔の口が軽いのを治す薬も作れるかしら。に、気をつけるですに。ねえミモ。なのなの？は、カズヤ！カズヤの紋章機を見に来たのだ。なのなの、ひょっとして自分でファーストエイダーを整備してるの？そうなのだ！ちょっとチャレンジ中なのだ！へえ、偉いね、なのなの。そうなのだ？褒められると照れるのだ！ああ、そんなに振り回したら！あ、手が滑ったのだ。あっちゃー、ここ押せば治るのだ。ああ、盛大にエラー音だ。止まらないのだ、困ったのだ。ちょっとあんたら何しとんねん。こんなにしてしまいよって。とりあえず大丈夫や。すみません、コロネさん。ありがとうなのだ、本当に助かったのだ。って、あんたらな。おうおう、何事で、けたたましい音鳴らしやがって。班長、安心してや、一応応急処置はしたさかい。あ、一体何やらかしたんで。すみません班長、僕が急に声をかけたばっかりに。違うのだ、カズヤは悪くないのだ。ナノナノが工具を落としたのが悪いのだ。本当にごめんなさいなのだ。そうかい、ジョーちゃんだったのか。珍しく自分で紋章機を整備してみてってから任せてみたが、それがいけなかったな。ナノナノは真面目に整備してたんです、僕が急に声をかけたから。ナノナノがはしゃぎすぎたのだ、ごめんなさいなのだ。いや、だからって許すわけにはいかねえ。班長。なあ班長、ほんのちょっとコンソールに工具ぶつけただけやんか。ナノちゃんは素人やさかい堪忍したってやん。バカ野郎、素人だからって許されるこっちゃねえ。おめえだってそんくらい知ってんだろ。そらもちろんや。せやけどこのミスはしゃあないやろ。どうもこうもね、何が悪いってや。素人に任せきりにした俺たちが一番悪い。あ、うん、許せねえのは俺たちの甘さだ。ジョーちゃんやカズヤをとやかく言うつもりはね。班長、なんや、まともなこと言うやん。班長、今日は光ってるで。あ、なにバカ言ってやがる。これからファーストエイダーをバッチリ整備し直すんだ。無駄口叩いてる暇ねえぞ。あっちゃー。僕も手伝います。
ナノナノも手伝うのだ。責任があるのだ。いいや、今日のところは帰ってくんな。こっからは俺たちプロの領域。悪いが素人の出番はねえ。せやせや、うちらに任しとき。でも、でもなのだ。おめえたちの心意気は分かった。また次の機会にこいつを可愛がってくんな。ただし、その時はお遊びじゃ済まねえぜ。手出すってのはそういうこった。はい。分かったのだ。なのなの反省するのだ。さあさあ、そうと決まったら出てってくんな。俺たちはこれから特艦作業だかんな。はい、行こう、なのなの。うん、なのだ。よっしゃ、気合い入れていくぞ。ほら、はいな、ガッツガッツ行くで。カズヤにも迷惑かけたのだ、ごめんなのだ。うんうん、でもこの分は今度の作戦の時に頑張って取り返そうよ。班長たちのプロの整備に応えなきゃ。うん、分かったのだ。カズヤの言う通り頑張るのだ。カズヤ、ありがとうなのだ。うん、それじゃあね。それじゃあなのだ。カズヤ、ピコまではもうすぐなのだ。いや、まだもう少しだけかかると思うよ。ピコ、アライアンスの好きにさせておくわけにはいかない。絶対に取り戻さなきゃ。そうなのだ。ナノナノも全力で頑張るのだ。セルダールから来た死者さんの容態は安定してるのだ。しばらくこの部屋に入院してればじきに元気になるのだ。セルダールから来た死者さんの容態は安定してるのだ。私たちは二人で一人。そういえば聞こえはいいけど、要するにどちらか一人だけじゃ一人前になれてないってことよね。でもそれは可能性も2倍になるってことじゃない？お互いが一人前になれれば人の倍の力が持てるよね。なるほど、素敵な考え方だわ。何事も考え方一つね。あんたのポジティブシンキングいただいたわ。何事も考え方一つね。あんたのポジティブシンキング。はん。うまかった。アリス、食事中かい？ああ、今終わったとこだ。お前も食うか？うん、それはいいんだけど、随分食べたね。ああ、調子に乗ってちっと食いすぎたかもな。ランティのやつ、頼みもしねえのにフルコース用意してくれてよ。ああ、アニスも女の子だもんね。なんか引っかかる言い方だな。まあいいや。それでよ、俺って出された料理は残せねえたちなんだな、これが。飯が一杯出たら一杯、五杯出たら五杯食っちまうのよ。それって、ただのアホじゃ。ちげえよ、トレジャーハンターの心得なんだよ。いつ飢える時が来るかわからねえ。食える時に食う、これは鉄則だ。で、その鉄則が染みついちゃってると。ああ、そうなんだよ。なるほどね。アニス君、そいつは超えますぜ。うるせえな、わかってるよ。これから公園でひとっ走りしてくれ。もうガッカ。うんうん、でも食後はあんまり急に動いちゃダメだよ。言われなくてもわかってや。なんだ、まだなんか文句あっか。いや、本当はね、
料理人の目から言わせてもらうと嬉しいなって。あ、どういうこと？まだ料理学校にいた頃、授業の一環でグルメ評論家を招いてフルコースを振る舞ったことがあるんだ。でも食べてる最中ずっと気難しそうな顔しててさ、時々んとか言うだけ、眉間にしわ寄せながら食べてるんだ。しかもどの皿も一口ずつしか食べていかなかった。そりゃあおめえの料理がいまいちだったんじゃねえの？そうでもなくて、後でその評論家は僕の料理を褒めてた。ふん、じゃあ別にいいじゃねえか、褒められたんだし。僕はなんとなく悲しかったな。まずくて残されるならともかく、美味しいなら素直に美味しそうに食べてほしい、そう思ったよ。気にすんなって、お偉いさんってのは素直じゃねえもんよ。うん、だからアニスみたいに素直に食べてくれる人は大好きさ。うんめーとかすっげーとか、この空っぽの皿たちを見たらランティもきっと喜ぶと思うよ。そっか。っておい、そんなこと聞いたら今度から余計食い残せなくなるじゃねえか。あ、そうだね、ごめんごめん。残念ながら俺はそうそうまんまと豚にはならねえぜ。いや、僕も豚にはなってほしいわけじゃ。まあとにかくランティの野郎にはうまかったって言っといてやら。じゃな。うん、ランニング頑張って。ああ、はいはい。はあ、うまい飯食って綺麗な公園にいて、とてもこれから戦いだなんて思えねえな。さて、そろそろ走るとすっか。トレーニング中？あ、カズヤなのだ。ダメですわ。腹筋運動って大変なのですね。まだまだなのだ。なのなの、無理させちゃダメだよ。カルーアはまだ始めたばっかりなのだ。腹筋5回目なのだ。え、腹筋5回？5回ですね。カルーアは体力なさすぎなのだ。もっともっと特訓するのだ。ごめんなさい。どんな運動も全然続けられないのだ。あの人ならまた運動を続けられるんですけど。テキーラならってこと？はい、あの人は私よりも体力がありますから。そうやってすぐにテキーラ様を頼るのがいけないんですね。カルーア、頑張るのだ。ナノナノがコーチしてあげるのだ。それじゃ、僕も腹筋に付き合おうかな。お、カズヤも参加するのだ。一緒にやった方が楽しくていいのだ。まあ、カズヤさんが一緒ならもう少しだけ頑張れそうですわ。じゃあカルーアのペースに合わせるね。私と一緒ですとトレーニングにならないんじゃないかしら。そんなことないよ、腹筋ってむしろゆっくりやる方が大変だし。それじゃあ行くのだ。ロープ。
やったら心臓が止まってしまいます。大丈夫なのだ。止まったらナノマシンに蘇生するのだ。ナノ鬼コーチですね。まあ確かに回数は少ないけど、人にはペースってものがあるし、あまり無理しない方がいいんじゃないかな。でもこれだけじゃ筋肉はつかないのだ。そうかもしれないけど、カルーアがへばっちゃったら元も子もないよ。一度にまとめて無理するより少しずつでも続ける方が大事でしょ。確かにそれはそうなんだ。それじゃあ腹筋はこれでおしまいにするのだ。カズヤさん助かりましたわ。まだまだ道は険しそうですね。続けてれば少しずつ楽になるよ。じゃあカズヤ、今度はカズヤとナノだけでトレーニングなのだ。え、二人で？じゃあ少しだけね。オッケーなのだ。はぁ、とりあえずこんなもんかな。お二人ともすごいですわ。このくらい朝飯前なのだ。カズヤ、まだほとんど汗をかいてないのだ。もうやめちゃうのだ。本格的にやっちゃうとシャワーを浴びなきゃいけないでしょ。今は見回りの途中だから、この辺で。わかったのだ。じゃあ次はカルーアの番なのだ。今日はおしまいなんじゃ。腹筋は終わりって言ったのだ。休憩したから今度は腕立てなのだ。意外にも頼もしいスパルタコーチですね。それじゃあ僕は失礼するね。ナノあんまり無理させちゃダメだよ。了解したのだ。もうすでに無理です。もうダメ。腕立ても2回で終わりなのだ。とても軍人とは思えないですね。カルーは健康のためにも少し体力をつけていくのだ。おいー、今日の成績を記録に残しておくのだ。毎日頑張るのだ。ありがとうございました。今日の成績を記録に残しておくのだ。毎日頑張るのだ。急に走ったら腹が。アニス、もうじき戦いなんだから無理しちゃダメだよ。だな、ここはじっと休んどっか。というわけでロゼルさんにいろいろ教えてもらってました。そうだったな。確かに彼は紋章機の構造についても詳しいみたいね。あら、カズヤくん、どうかしたの？いえ、別に。館内を回っている途中でちょっと寄ってみただけなんですけど。カズヤさん、見回りお疲れ様です。リコもお疲れ。ところで、ロゼルのことを話してたみたいだけど。あら、聞いてたの？リコちゃんがシミュレーターで訓練してたら、いろいろと助言してくれたそうよ。はい、私、紋章機のエネルギー循環効率を上げられないか試してたんですけど、そこにロゼルさんが来て有効な設定をいくつか教えてくれたんです。どんな設定だったんだい？僕にも教えてほしいな。そうですか、わかりました。あ、でもカズヤさん、エネルギー制御システムのプログラムについてはお詳しいですか？え、そんなに高度な話なの？はい、他にもクロノストリングに関する基礎理論を一通り理解していないと。そうなんだ。やっぱりちょっと難しいかも。そうですよね。あ、でも気にしないでください。普通は知らなくて当たり前ですから。まあ、あくまでも紋章機内のシステム最適化であって、作戦には影響が出ないと思うけど。
厳密には和也くんが詳細まで把握しておく必要はないんだけど。はあ。でもエンジェル隊の間でどんなやり取りがあったのかを知っておくのはいいことね。そうですね。達也さんには私から報告する形がいいかもしれません。そうだね。だから和也さんはいつもと同じように指揮を取っていてください。私たちはそうしてもらえるのが一番戦いやすいんですから。うん、分かったよ。ありがとう、リコ。ロゼルにもお礼を言っておいた方が良さそうだね。そうね。私から伝えておくから和也くんは気にしなくてもいいわよ。そうですか、わかりました。それじゃあ僕はそろそろ任務に戻りますね。ええ、そうしていて。リコちゃんは報告を続けて。はい、わかりました。本艦は間もなくドライブアウトの体制に入ります。ブリーフィングを実行しますので、エンジェル隊は至急集合してください。繰り返します。エンジェル隊は至急ブリーフィングルームまで集合してください。おっと、もうそんな時間か。よし、ブリーフィングルームに急ごう。